めの勉強法と、うん、おすすめの参考書方法、はい、僕の一番の何ですか、じゃあ効力というか、あの笑えるようになってるイコールリスニングできてるっていう、怒られるかなやばいな、これダメかな再びですね、はい、井上先生にお越しいただきました、はい、ありがとうございます。じゃあですね、今度はですね、はい、いろいろとこの勉強法だったりとかって聞いていきたいんですけども、はいはい、どうなんですか、この英語、やっぱいろんな悩みとかも来ると思うんですけど、はい、受験生とかですね、はいはい、なんかまあおすすめの勉強法とおすすめの参考書、うん、ああ受験トークと竹田塾の嫌いなところやだやだ、その時もまた危なくなるんだ本当に大丈夫ですかそれ。いや、3つ目にしましょう。はい、次にしましょう。2つ。はい。共演してましたよね、確かね、マダミズムと。でやってましたけど、あの、分かってのやつ、あの、分かって TV の件あってから、全然高くなるんで、はい、分かって TV の、まあ、風味のせいで。そこメッセージ、出てくださいって言って、こっちのチャンネルでもみたいなのを全部交わしてくる。おすすめ勉強法と、はい、おすすめ参考書と、はい、若手 TV の嫌いなところ。いやいやいや、違います再び勉強法でやっぱ普段からよく言ってるのは音読やっぱり大事だよっていうのをずっと言ってるんですが、特に僕たちがフォーカスしてる次第メインの子らって、はい、まあスピーキングもないしリスニングもないし、なんで音読せなあかんねんっていうのをよく言われるので、もうそこ解き伏せに行くのに毎日解き伏せに行くって言葉が大事やねんでっていうのを、はい、もう若干嫌われて言われても分かってほしいって言ってるんで、じゃあその理由をぜひ。そうですね、講師オーディションとかでも挙げてた、とりあえず前から理解していくっていう、まあ理屈攻めの勉強は大事なんですけども、まああとはやっぱり言葉ですから言語化させていくっていうのは大事かなと思ってて、まあ今普段のこれ言ってるのはもうテキストを丸々覚えちゃうぐらいのつもりでやりなさい、まあ丸暗記はダメですけどもちゃんとやってしなさいっていう感じで指示は出してますね。ほう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 、はい、音読の一番の何ですか、じゃあ効力というか、はい、それで得られるいい点は、まあ早く読めるようになるっていうところですかね。まあなんか英語で理解するっていうのはちょっと語弊あるかなと思うんですけども、まあイメージ化しやすいっていうのが利点としてはあるので、はい、トレーニングとして本当に筋トレのイメージで、あの歯磨いたり風呂入ったりするような感覚で毎日やりなさいっていうふうに言ってますね。それがじゃあですね、そういった形でイメージ化しやすくなれば早く読めるようになる。で、2つ目が音読です。若手 TV 嫌いなとこじゃないですよ。違います、竹田塾と若手 TV の嫌いなとこなんじゃないですか。まあ、あとはリスニングとかにもつながってくるっていうのはあると思いますね。だから常にやっぱり、まあ、画流で音読するのも最初は大事かなと思いますけど、やっぱり音声データを元にやっていくっていうのが大事で、結局それがまあリスニングの向上とか、はたまたスピーキングとかにもつながってくるかなと思うので。なるほどなるほど、そういうこう、はい、いい点があるってことですね。参考書とかってどうなんですか、進めたりとかあるんですか。まあ、受験トークでも結構お話しさせていただいてるんですけども、はい、前コラボされてたカズさんの、はい、英語のドは僕大学生の時めっちゃやってましたね。はい、英語のドやってたんですか、はい、いいですね。なんか僕、高校吹奏楽部やったんですけど、あ、トランペットやってたんですけども、そうだったんですか。そうなんですか。いやだって背高いからほら野球とかではないんですよ。あれ野球界ファーストではないんですよね。ファーストってそんなに届きやすいとかじゃなくて、いや バスケバレーじゃないのバスケとかバレーじゃなくて、はい、吹奏楽だったんですね。はい、はい、で、まあ、なんか考えとして要は心の喉の部分を、まあ、管楽器と捉えるみたいな、ね、まあ、響かせるっていう考えなので、そうですね。Hey. That's right. はい、あれはすごい参考にしてましたね。ああ、はい、そうなんですね、はい、発音の、はい、先生たちには何ですか。今僕一番おすすめしてるのはあの佐藤博先生のマーク式、はい、長文が読む、覚えてない、すいません、訳しちゃっていいですか、マーク式長文ですかね。佐藤博先生なんですね、はい、あれ物まね入っちゃった怒られるかなやばいな、これダメかな自分でやってるから、まあいいや、はい、
長文 の、 その、まあ、読み方ももちろん大事なんですけども、その回答根拠をあそこまで書かれてるのはなかなかないなと思ってて、あ、なるほどね、まあ、特になんとなく読んでしまう、解いてしまうっていう子たちにはこんだけやって理屈詰めでちゃんとやっていくんやでっていうのを見せるためにやってくれって言いますね。なるほど、それは面白いですね、はい、この参考書の方に理屈で言って、はい、で温度がこう、そうですね、2つのちゃんとした2本柱があるみたいな感じ、特にうちはその動詞者を受ける子がよく多いので、動詞者最後に内容一致がすごいダーンってあるんですけど、 はい、そうですね、あれみんなフィーリングでやっちゃうんですよ。なんか最後読み切ってからこれとこれとこれかなみたいな感じで、あ、1個間違ってたってヘビローみたいな感じで、ヘビロー下感で、下感でところで一回これやってみなって言ってから、やっぱあ根拠持ってできるようになりました。おお、それは重要ですね。はい、おすすめしてますね。これは良かったんじゃないですか、はい、本当におすすめです。あれは佐藤博士先生、だ全部使えないとこ自分で自分でやって、毎回こんな感じなんですよ。自分も使えないとこ使えないとこどん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 、あ、結構僕も佐藤博士先生の方持ってるんで、はい、ちゃんと、あの、ゴムスってあ、他ありますか。あとは、文法よぜみなんですけども、中本先生の文法クラブは大好きです。あ、僕も使って教えてました、はい、あれ好きですね。個別で来た時に、はい、この高校生2人だったんで、はい、あ、ちょうどいい、じゃあ2人まとめて教えようっていう時に、うん、で、なんかテキストを選んでいいですよって言われて、はい、うん、あれ使ってやってました。あ、さあ、そろそろ中本先生出て、中本先生出てくれますかね。すごいですね、それめちゃくちゃ見たいですね。まあ、彼も使えない話ばっかりしますから。単語は鉄壁とかになっちゃってるんで、今言ってるのが受験とかと被ってるんですよね。あ、全然いいですよ、鉄壁。いいですか。やって、じゃあ、あの鉄壁ですね。はい。はい、いい鉄壁。コマーシャルやってる。最近いつも授業で言ってるんですけど、ダダズペ。サボゼロ、サボゼロ。鉄壁と、あとは、上級 AAA 単語、上級 AAA 単語、ああ、ジャパンタイムズのやつ、はいはいはい、あれはおすすめしてます。あの、特に英語勉強してる方には、その英語の意味が英語で書かれてるっていうのは、なるほどなるほど、はい、結局は英語極めたかったらあそこまで行かないといけないと思うので、ああ、こういう違いなっていうのがありつつも、あと音声もしっかり日本語と、英語の音声もついてるので、うちは社会人とかが、はい、大学生とかにはおすすめという。うん、そうですね、おすすめですね。はい、受験生その鉄壁がいい理由はなんですか。そうですね、まあ、まあ、うち今カンカン同率メインが多いんですけど、特に同志社とかは結構今ゴリゴリの長文、硬い長文出してくるので、その、まあ、基本単語と言われている中でも、その奥深さというか、いろんな意味を知っておかないといけないというところでは、させてたらやっぱり去年の子とかも、あの鉄壁のおかげできましたっていうのが結構多かったので、はい、なるほど、ちょっと重たいかなと思うんですけど、やっぱりなんか一冊やってからやるべきかなと思いますけども、はい、大事かなと思ってますね。あ、そうですね、授業中になんか書き足してる子いっぱいいるんで、はい、うん、やっぱいろんな、すごいですね、やっぱ情報がある、うん、タックマンさんっていうですね、はい、あの YouTuber がいるんで、はい、その人に単語帳を全部批判してる、批判してる、批判してる、そう、レビューしてもらおうと思って今後言ってるんですけどね、大量に買いますから言ってくださいっつって、ね、自分ではどういう勉強ですか、この大学入ってからとかは。ああ、大学入ってから、まあ、やっぱりベタですけど TOEIC すごい勉強最初はしてって、何点取るように頑張ろうみたいな感じでやってて、まあ、最初は、まあ、初めての TOEIC みたいなところから始めて、まあ、慣れてきたら公式問題集ですね、公式問題集ずっとやってて、公式問題集やってから一気にやっぱ点数伸びましたね、ほう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 、はい、という感じで、そうだったんですね、はい、でやりつつも海外ドラマとかを見て、フレンズがすごい好きなんで、あ、はいはいはい、フレンズをずっと王道ですね、王道で、はい、なんかあれすごいおすすめしてるのが1個あたり短いのと、あ、はい、あの、まあ、笑いなんで言っちゃったら、はいはい、ね、あの、笑えるようになってるイコールリスニングできてるっていうやつなんで、なるほど、そのクエスチョンとかなくても、うん、あの、それが問題になってるって感じなんで、何でおかしいんですかっていうのが、はいはい、あれはすごい勉強になったなと思ってますね。とか英語やってるって人がいると思うんで、はい、その人たちに向かってですね、はい、一発ギャグを、一発ギャグじゃないですか
カメラ割れるぐらいのあれでやっぱりもうこの時代海外行かないと英語できないっていうことはないので、特に YouTube とかもどんどん授業動画も出てたりしていて、まあ、もうなんせ今幸せなぐらい勉強する教材っていうのはそっとあるので、まあ、そこをしっかりやり込んでもらったら十分英語力はつくかなと思います。英語力まだ全然ない、僕が言うのもなんかあれですけども、そう思ってるので一緒に頑張っていきましょう。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.